佐藤八郎作縁子の六。縁子の六とは朝原六蔵の呼び名である。六さんはスリである。縁子とは公園を逆に呼んだ名である。東京で縁子といえば浅草とどういうものか相場が決まっている。六さんは浅草公園に出没するスリである。もっと縮めて言えばロックで仕事をするスリである。さらに緊縮するとシネマの中でのみ商売をするスリである。縁子の六、ロックの六、シネマの六、皆六さんのあだ名である。六さんは縁子を愛していた。仕事が白いからではない、縁子の空気を愛し色を愛していた。縁子の午前の日を愛し、縁子の黄昏の細い雨を愛した。縁子を離れては六さんは心も体も生活できなかった。カジノフォーリーのなんていう子がいつの日にどんな男と歩いていたかということも、人気者のジャズシンガー二村定一が変態性欲でそれをどこで発散させているかということも、どの映画館のなんという女給はどの便士に首ったけだということも、果ては帝国館の便所にナフタリンの玉がいくつ転がっているかということも、ちゃんとご存知のお兄さんなどである。縁子の六は顔が売れていた。下は観音様の鳩の豆売りのばあさんから、髪は松竹座の横から寒天のイルミネーション大行地屋の親父に至るまで顔が売れていた。スリにとって顔が売れているということは、僕はスリですという看板を背負って歩くようなものだと人は言う。けれど六さんはそうは言わねえ。芸術だぜ、スリだって芸術だぜ。顔が売れていて腕が良くなくちゃいけねえんだよ。俺なんかはばかりながらチンチンながらいつもちゃんと監視付きで人様の懐のものをいただいてるんだよ。悔しきゃ誰でも俺の真似をしてくんなと単価を切って高くもないつまみかまぼこみたいな花を手のひらでこするのである。六さんが言うごとく威張るごとく、全くもって六さんは監視付きで縁故に出てくるのである。アメリカの有名なスリ、地下鉄サム君とクラドック探偵みたいに、六さんにはれっきとした大野木刑事がついているのである。れっきとした女房とかれっきとしたパトロンというならありがたいが、れっきとした刑事なんてものはどうもありがたくない。ところが六さんは一向平気である。彼は好人物ですよ、彼あるがゆえに小生も仕事が白いですよと神谷バーのテーブルに寄りかかっては機嫌を上げるのである。これで六さんの紹介は済んだ。さて六さんの服装である。六さんぐらい変わる人物はない。ある時は職人風で野像を決め込んでいるかと思えば、ある時は競馬帰りの紳士風である。ある時は慶応ボーイみたいにお引きずりのオーバーを着込んでいる。ある時は袴を履いて不良少年然としている。六さんに言わせると、どうもこの変装が趣味でしてねとアンパンみたいな頬にエクボを浮かせてにっこり笑うのである。さあ縁子の六の物語の幕を開けますよ。縁子流に煙も見えず陣立てあげましょう。第1話、行ってくるぜ。バカに早く出かけていくじゃねえか。涙橋ホテルの支配人、通称アブハチは玄関で靴を履いている六さんに声をかけた。六さんはこの涙橋ホテルの宿泊人である。涙橋ホテルなんて言えば人様の聞こえはいいが、実は木賃宿である。続けた立て付けの悪い障子に誰が書いたか、ローマ字で嬉しいじゃありませんか。 NAMIDABASHIHOTU 涙橋ホテル墨が薄かったのか、それとも障子が雨に泣かされたのか、滲んでいる。支配人兼持ち主兼番頭兼小遣い兼コックと、
剣のやたらにつくアブハチ支配人は片方の目があさっての方を向いていて片方がおとといの方を向いているというご丁寧なやぶにらみ、そのくせ頭を夜店のステッキのごとく並べているという気取りや、元はつまらねえ博打打ち、今でも博打を打つがいつも元も子もなくしてしまうのが癖、称してこれをアブハチトラツ、それがエセンスになって呼び名がアブハチ。六さんは払いのいい永久宿泊人なのでアブハチいつも愛想がいい。こんなに早く行っても仕事にはならなかろう。冗談言っちゃいけねえや、親父。今日は門日だぜ。おお、そうかい。今日は寝ぼけるなよ。お正月の15日だぜ。おお、そうそう、15日か。私学略になって株だがな。アブハチと来るとこれだから嫌になっちまう。何でも話を円元堂爆撃の方面へ持ってきたがる。六さんは足を円弧に向けた。冬来たりなは春とおからし。六さんはジャズソングのその歌を口笛で吹いた。ハイカラなすりだ。専属町を抜けて米宮の前から大膳マグロのところへ出て円弧に入ろうとすると、大膳マグロの前のタバコ屋で網を張っていた大野木の将棋の角みたいな顔が待ってましたとばかり六さんを迎えた。よろく早いな。うわ、賀来さんですか。賀来さんとはなんじゃ。なんじゃとはなんじゃですよ。六六と親類でもねえのに心安そうに呼んでもらいますめぜ。だが賀来とはなんだ。将棋の成り角に似てるから角でさ、角張ったところをちょんちょんと押せば六角ですね。まあいいや、とにかく今日は門日じゃ。こういう日にわしはお前の仕事の邪魔をするのが何より嬉しいんだ。仕事仕事って何の仕事だか知ってるんですかい。お前は円弧の六っていう有名なスリに決まってるじゃないか。スリですって。よく人を見てから物を言ってくださいよ。スリや博打は現行犯ですぜ。俺がやったの一度だって見たことがありますか。見たことがないからこうして毎日捕まえようとしているのだ。見たこともないのにスリとは。それは聞こえませぬ大野木さん。ないよ。とにかく今日はついて回るから。結構ですとも。あなたがついていてくださりゃどんなにボカーンと絵看板を見ていたってガマ口をすられる心配はありませんからね。すりのものをするやつがあるものか。気に入らねえ笑い方だな。どれ出かけようか。エロダンス河合澄子全開出演の上り旗が藪入りの冬の風にはためいている。まずいな。ぐるっと回って雷門から来ればって急がば回れってことを忘れちまったな。まだついてやる。刑事なんてもな、飽き性なもな、一人もいねえな。これじゃ仕事もできやしね。六さんはぶつくつ言い出した。まこうまこうと思いながらどうしても負けないのである。そのうちにひょいと後ろを見ると電気館と千代田館の間のタバコ屋で大野木がタバコを買っている。ここぞとばかり六さんいきなり小走りに帝国館の横へ曲がった。閉めたと思った途端ボカーンと嫌ってほど衝突した人間がある。気の早い六さん、ましてせっかくうまく大野木刑事を巻いた時である。カットするのも無理はない。気をつけやがる。届かえどこに目をと、ここまで喋って相手を見ると相手は痛そうに頬を押さえて謝っている。ものすごきばかりのシャンである。少し型は古いがお値段は相当ご奮発なさったろうと思われるシールのオーバーを着て同じ黒い色の帽子をかぶって六さんを見上げて謝っている。よほど痛かったのであろう。目には涙さえ溜めている。どうも愛すいませんでしたと、とてちゃんが謝った。頭に出来たてのほやほやのコブを押さえていた六さんははっとばかりに手を離した。何でもありませんよ。でも私本当にごめん、遊ばせ。あら、おつむに大きなコブが。六さんは、いいえ、これは普段の顔ですから構いませんと言ったかどうかは知らないが、コブを隠すために帽子を深くかぶった。大野木刑事は、この横丁に六さんがいるとは気がつかず、通り過ぎてしまった。閉めたぞ。運がいいぞ。
と六さんは心の中で手を打った。それよりも嬉しくも運がいいことには、そのトテシャンが六さんに、映画はどこが一番面白うございましょうかしら、私ちっとも存じませんので、とまつげをパチパチさせながら聞いたのである。六さんはドキドキした。ケコロや抜けられますのおいらんなら馴染みもあるし深間になったのもあるが、かかるモダンガールに声をかけられ、しかもその上、わからないのですけれど、ご都合がよろしかったら一緒に見ていただけませんでしょうかと言われたのだから、衛星は伝生菓子、すなわち綿菓子よりも魂はふらついた。無理もない。そりゃここですよ。六さんは帝国館を指さした。うっかり大正館だとか東京館だとか松竹だを教えて、その途中で逃げられたらどうにもならないと思ったので、目の前の帝国館を教えたのだ。正月の15日の帝国館よ、二人分の入場料の件につき六さんに感謝せよ。ご同伴ご案内、黄色いラムネのような女給の声に送られて階段を上がっていく。六さんは続々と喜ばしき寒気がした。場内は群れ返るようにいっぱいであった。一等なのに立っていなければならなかった。いつもの六さんなら立ってなんかいられるかいと啖呵を切るところだが、今日は特別だ。立っている方が彼女とくっついていられる。六さんはスクリーンの写真なんかどうでもよかった。スクリーンには例によって例のごとく蒲田独特、我らの女王、永遠のスター栗島澄子が寝ぼけたような顎の線を襟にうずめて泣いていたが、六さんにはそんなことはどうでもよかった。高田みどるよ、いいわね、と六さんの耳元で彼女が囁いた。六さんはうっとりとして、いいですね高田みどるは、と言いながらスクリーンを見ると、いつも見る高田みどるよりも少し大きい高田なので、それにこの頃はあのように肉がついてなお良くなりましたね、と闇にピリピリと動く彼女の耳の産毛に囁いた。すると、あら、今のは横で顔よ。え？道理で少し大きすぎると思ったが、もう間に合わない。ことほどさように六さんは彼女に参ってしまったのである。映画は進んだ。六さんの胸も更新した。映画がクライマックスに達した時、彼女の手が六さんの腰にスッと伸びてきたのである。六さんは唾を飲み込んだ。彼女の手が六さんのズボンを探っている、ズボンのポケットを探っている。ヨーヨー探し当てた。スルスルっとズボンのポケットの中に手を突っ込んだ。ありゃと六さん高なる胸を押さえて沈めて、横目でチラリと彼女を見ると、スクリーンの照り返しでレモン色に見える彼女は何事もなさそうに映画に見入っているのである。およまた別の手かな。いや確かに彼女の手だ。そのうちに彼女の手は六さんのズボンから出た。軽くポケットを叩いた。確かにここにありますよという叩き方だ。六さんはんと思わずうなった。彼女は振り向いた。とかなさったの。いえ、実にいい映画ですな。六さんはそう言って帽子で額の汗を拭いた。帝国館の入り口で六さんは帰りに彼女と別れた。彼女の黒いシールのオーバーが寿司屋横丁の人混みに消えていくと、六さんは急いでズボンのポケットに手を突っ込んだ。ある小さい紙片がある。取り出してみると水拭きの跡も麗しくというやつで、あなたはなんて男らしい方なんでしょう。あなたをきっと私は好きになりますわ。毎日でもあなたにお会いしたいと思いますわ。明日午後3時ごろ、やはりここでお目にかかりたいと思いますと書いてあった。六さんはその手紙にそっと唇を当てた。その瞬間、おい六、うまく俺を巻いたな、と大野井刑事が肩を叩いた。お、びっくりするじゃありませんか。ひどいやつだぞ。ちょっとタバコを買ってる間に消えると。タバコは煙になりますからね。まあいいさ、明日は逃がさないぞ。原稿を捕まえて
有無を言わさず金網の中へ叩き込むぞ。よくだんすよ、あっしはスリじゃないんだから。帝国館に入ったとは気がつかなかった。おい六、だいぶ仕事をしたろ。よしてもらいましょう。六さんはそう言って彼女の手紙を内ポケットにしまった。その上で軽く叩いてみせて、今日はね、旦那には一生涯味わえない、がま口よりも何よりももっといい収穫があったんでさ、さあ夢でも見るかなと、六さんは嬉しそうに大股にひょうたん池の方へ消えていってしまったのである。口笛に合わせる足音も軽く、翌16日の午後3時頃、六さんはめかしにめかし込んで帝国館の入り口をくぐった。続いて大野木刑事もくぐった。六さんは喫煙室に入った。彼女がもう先に来てコンパクトを出して鼻の頭を叩いていた。待たせましたかとすぐ声をかけたかったが、大野木が後ろから何かくずらしてついてくるので、六さんはパチリと素早く目でウインクした。女はにたりとしてウインクを返した。ウインクとウインクがぶつかり合ってスパークした。六さんは嬉しくて身震いした。おい六、風邪でもひいたんじゃねえかと大野木刑事。六さんは取り合わないという顔で、余計なお世話でさと来る途中で大奮発で買ってきたゲルベゾルテの蓋を開けた。ベルが鳴った。六さんと彼女は目を交わしつつドアを押して場内へ入った。昨日に増しても偉い人である。六さんと彼女は並んで立った。大野木刑事は五六軒向こうでギロリと目を光らせて六さんを睨んでいる。やろう、知らねえなこの楽しみをと、六さんは彼女の手をギュッと握った。倍の力になって握り返してきた。六さんはふらついた。映画は幸福とはいかなるものかという鎌田独特の恋愛もの。幸福とはこういうものだよとばかり六さんは彼女の指をいじった。大野木は相変わらず六さんを睨めている。1時間2時間映画と幸福に六さんは浸っていた。そのうちに突然六さんの 2,3 人横の男が大声で、おや、ガラ口はない、この中にスリがいるぞと怒鳴った。六さんはぎくりとした。あら、私のもとあずまコートを着た婦人が叫んだ。次から次へと被害者が現れた。もう逃がさんぞ、こら六、うんとばかり大野木刑事の手が六さんの首にかかった。何しやがんで、俺の知ったことかい。そうは言わせねえぞ、さこい、来るところへ来い。どこへでも行ってやら、目開いてるのかアンポンタン。俺が今紙入れやガマ口なんか吸っていられるかい。 それより俺はもっと幸福に。何を言ってる、来い。大野木刑事は六さんの手をねじった。六さん口は達者だが至って弱い。皆さんちょっとお待ちを願います。取られた方はそこの交番まで来ていただきたい。こいつの懐にあるのに決まってますから、すぐ吐かしてお返しします。六さんは引っ立てられた。物見高いは人の常、ましてや浅草、それゆけお砂お砂の大騒ぎ。池の淵にのんきそうに立っている交番も活気を呈した。さあ六さん、吐け吐け、とうとうわしに捕まったな。気をつけて物事はやっておくんなさいよ。つべこべ言うな、裸になってみろ。ようござんすとも。六さんは上着を脱ぎズボンを脱いだ。猿股まで脱いでやらと、六さんが猿股の紐に手をかけた時の大野木刑事の顔ったらなかった。よし、もうよし。ちょっとふざけるな大野木さん、人を泥棒呼ばわりしておいてよしじゃすいませんね。さあなんとかしておくんなさい。おかしいな、首をひねったってダメですよ。さあなんとかしておくんなさい。大野井刑事は首を縮めた。証拠がないんだからどう怒鳴られてもやむを得ない。奥さん悪かったよ、謝るよ。謝りますね。悪かった、俺の目違いだった。目でも入れ替えた方がよくなんですね。そんな腐ったような目はねえ方がマシですぜ。なんと言われても仕方がない、悪かった、帰ってくれ。
帰ってあげましょう。だがもうこれから見当の違った目はつけねえ方がよかぜ。ではあばよ。返してもらえるものと思って交番へ詰めかけた被害者を尻目に意気揚々と六さんは交番を出た。縁故の六はその晩一杯聞こしめして12時近く涙橋ホテルへ帰ったのである。よう、おかえり。どうだい、景気は。とやぶにらみの矢橋支配人が声をかけた。どうもこうもね、俺の他に縁故に一人縄張りを荒らすやつが来たんだよ。なんてやつだそいつは。わかりゃ苦労しねえんだが。わからねえんだ。六さんは自分の城である奥の三畳に入った。帽子を脱いで畳へ投げつけた。ひらりと帽子のリボンのところから紙片が一枚出た。手紙だ。縁故の六ちゃんへ。どうもお役目ご苦労さん。あなたがいたので仕事がとても楽なのさ。それにあの刑事の目もあなたに注がれているのでね。捕まって引っ張られたのは少し薬が強すぎたわね。ごめんちゃいよ。でも私の手を散々握ったからいいでしょ。はいちゃい。仕事を助けていただいた女より。ちっしょう、やられたか。六さんの失敗を祝福するかのごとく、すぐ窓下で品そば屋のチャルベラが東郷さんが都へ帰る時の一節を吹いている。東京で繁華な浅草は雷門中にて戦争時、ハートポッポ豆のおばあさん活動中に買い花屋敷。